マリア・テレサ・ゴンサレス・ケベドはカトリック教会の尊者、愛徳・カルメル修道会の修練女。愛称は、テレシタ。マリア・テレサは、医師カリスト・ゴンサレス・ケベドイ・モンフォールとカルメン・カダルソ、ゴンサレスの三番目の子供として、マドリードで生まれ、敬虔なキリスト教信者である両親の下で活発な、子供として育つ。1936年、スペイン内戦が勃発、一家は、 秘書地であるバリオパラシオの父方の祖母マルタの家に避難し、父と離れて暮らした。その間、親族の数名が内戦の犠牲となった。1939年、内戦が収束し、ケベド一家はマドリッドに戻る準備をしマリアテレサワーに、姉と共に、フエンテラビアで夏を過ごし内戦による精神的傷を癒した。同年9月、 愛徳カルメル修道会経営の学校に入学、そこで基礎的教会を受けた。愛徳カルメル修道会にはおば二人、おば二人が修道所として在籍していた。彼女はその影響を受け修道所になることを求め、生来の勉強嫌いを克服し、度重なる努力をし、また学校の同級生、友人らと交流を深め教会活動に積極的に参加した。 1947年、マリア・テレサは、愛徳カルメル修道会に入会することを決心し、家族に伝えた。家族は驚いたが、娘の決心を認め、1948年2月23日、愛徳カルメル修道会に入会。入会する前日、父が重い病気に倒れ一時危ぶまれたが回復し、予定通り進んだ。マリア・テレサは志願者として、教育を受けた後、 9月8日、着衣を受け修練女となる。だが、彼女の体調が徐々に弱まり、一時は回復したもの再び悪化し、1950年4月8日、父、おば、同僚の修道所らに見守られてきてん。去年19歳。年少の修道所の死は近所に知らされ多くの信者が修道院付制度に訪れ復活祭と共に、彼女の死を言ったんだ。 1983年6月9日、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世により、英雄的徳を認められ、尊者の称号を受け、式典にはあり、姉が出席した。ありがとうございます。